炎上の降伏は敵軍師郭が仕組んだ巧妙な罠であった。曹操は天衣と援軍らの粉塵の働きを得てその関係を脱した。またこの時の郭の策を高く評し、彼を自らの陣へ迎え入れた。その3年後、曹操は自らに反旗を翻した劉備を追い、可否へ進攻。劉備軍を散々に打ち負かすと、劉備の義弟関羽を食客に迎えた。盛況な軍、治癒に長けた将、そして希代の武人関羽、これらが揃った今、曹操は袁紹と蚩尤を決すべく動く。広大な華北を有し、盛況な大軍を擁する名族袁紹だが、今の勢いと集い来た力ならばそれに打ち勝てるはず。曹操は中原の覇者となるべく決戦の地関東へ向かう。天衣、曹丕、学信、各からの心も対戦を前に熱くたぎっていた。曹士官が天をつかむ様、しかと心に刻むがいい。さて、今更言うまでもありませんが、伊賀の兵力差は歴然。つまり正面からぶつかるという選択肢はなしです。分かりきったことはいい。で、それをどう打開する？ではそこからは俺が。今白馬遠心の2つの私が炎章軍に抑えられています。まずはそこを急襲、守備を落とせばこちらの共闘法が出来上がりというわけです。だが敵も手をこまねいてはおらんの。そう、そこで陽動が必要なんですよ。あの大軍の注意を引き、正面からぶつかる役です。では、僭越ながらその役目、私が受けたまわります。いいね、学信殿。よくそんな名乗りを上げてくれた。いえ、私ならば捨て駒になってもいいかと思い。いやいや、捨て駒は困る。そこが崩れたら敵は曹操殿に一直線だ。なんと主力は白馬と遠心に回すことになる。そちらを援護する余裕はないだろう。殿の命運はあんた次第というわけだ。ということでよろしく頼んだよ。なんと、とんでもない大役を引き受けてしまいました。兵力差は策で何とでもしてみせますよ。それが俺のお役目ですからね。袁紹は大軍を要していますが、残念ながら彼には決断力が欠けています。迅速に策をなせば敵は混乱するでしょう。この戦、速さと度胸こそが決め手となる。お主の力頼みとしておるぞ。拙者は関雲長、ゆえあって曹操殿の確証となり申した。曹操殿には過日一方ならぬ定義を賜った。その恩義に報いるためこの刃を振るおうぞ。わしも革新の陽動を手伝いますぜ。殿には指一本触れさせやしません。
曹丕殿は曹操殿の後継として不足ない。我々の期待を裏切らぬ才気をお持ちだ。それに引き換え年少の息子たちは親が親なら子も子だな。とうとう曹操様と袁紹の決戦ですね。あんな大軍に俺たちは勝てるんでしょうか。袁紹は曹操様の旧友だが、倒さねば我らの時代は訪れぬのだ。袁紹のせがれ袁騎の嫁がえらい美人なんだと。その美しさに誰もが虜になるとか。そんな美人なら一目拝んでみたいな。一生の思い出になりそうだ。角家殿は夜更かしが過ぎる。このところ元気な姿を見たことがないぞ。この戦勝てるか心配です。でも角殿ならどうにかしてくれますよね。この戦も学信殿についていきます。二番槍は任せてください。いや、天衣殿が生きていてよかった。背中の傷はもう大丈夫なんですか。袁紹は漢王朝の臣下の中でも有数の名族。曹操様の数倍の兵力を持っています。兄者は無事でござろうか。必ずや生きて再びお会いせねば。おい、聞いたか。袁紹軍には優美と評判な将がいるらしい。戦場を駆ける姿はさながら蝶って話なんだが、想像もつかんな。聞いてくださいよ、曹操様の話。大好きな関羽殿の気を引こうと必死。呂布が乗ってた名馬関と、それにひげを入れる錦の袋まで贈呈したときたけど、関羽殿は曹操様の配下にはならない。曹操様でも報われないことってあるんですね。皆関羽殿を崇めています。人じゃなくて神様みたいですよ。関羽殿、確証なんてもったいないな。ずっと曹操様に仕えてくれないのだろうか。関羽殿の魅力はその武だけではない。その疑心によるところが大きいだろう。敵の顔料と文衆は袁紹軍の武の要。奴らを倒さねばこの戦いには勝てんだろう。袁紹軍には勇猛と名高き二人の将がいる。顔料と文衆だ。親が立派でもその子は無能なことが多い。甘やかして育てるからか。そう否定するな。曹丕殿だってそうひどいわけじゃない。俺が言ったのは袁紹の息子たちの話だ。お前結構ひどいこと言うのな。行くぞ、機を逃すわけにはいかん。はっ。こちらが数で劣る以上成功法は難しい。陽動しつつ白馬遠心を吸収しましょう。敵の陽動は学信殿を中心に、関羽殿、利天殿は白馬と遠心を頼みます。通れる気配。嘘だ。ちょうどいい。我が知略試させてもらおうか。通れる気配。
将、私が討ち取った。我こそは学文献なり。炎将軍には私と武を競う猛者はいないのか。そんなやからめ、あやつを討ち我が軍の力を示すのだ。愚か、うまく炎将軍を釣り出す。さて、俺の牙がこっからの勝負だね。あなたが来る予感はしたんですね。最初は本当に迷うんだ。これで頭を冷やせ。助かりました。華々しい戦果ですね。私にも活躍の場をいただきたいものです。さすがにまずいな。さすが皆の規範たるお働きよ。カウン、父が終始にしている頭を冷やせ。その力存分に見せてみるがいい。拙者は万有玄徳の槍だ。ただ今は武をもって曹操殿の恩義に向け。俺の牙よ、この愛憎です。手を貸してくださいませんか。いつの長屋お見事な武。俺の牙よ、策の出番もありません。技の冴えでござるな。俺の牙よ。
将、私が討ち取った。あいつは俺が追うぞ。これ以上暴れさせてなるか。報告、巨勇と名乗る者が投降してきました。そうそうだ、名将ではあなたに勝てない。大局を見て白馬と遠心へ動くのがその勝負。遠走にある遠将軍の兵力を焼かれ、それで勝負は決しよう。果たしてやる。おう、その情報を信じてみよう。現在警部隊を編成、武将へと向かわせよう。家計部隊を倒されたら策がなりません。私が前に立ち彼らを守りましょう。家計部隊に気づかれてはならず、敵の目を他にそらす必要がある。白馬、遠心を落とした部隊はそのまま浮上、戦線を上げつつ敵の目を引きつけよう。知略の限りを尽くし、お前を止める。なってやる。凍れる気だよ。身の程を知るのよ。うせろ。うせろ。なんという武勇。敵将、私が討ち取った。これ以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え。即刻討ち果たすのだ。私の知略が破れようと。敵を押し込むぞ。続け。よくぞ生き延びていてくれた。なるほど。海じゃ知るのよ。ようなところで会えるとは。これで頭を冷やせ。どれほど待ち望んだか。これで頭を冷やせ。そうそうど、本気はお返しいたした。兄の龍玄徳のもとへ帰参いたす。なんとも義理がたい男よ。ぜひわしの手元に置いておきたかったな。伝令、家計部隊の工作が成功。武装が炎上しました。この趙信頼、無駄な軍には身を置けません。曹操軍こそ私にふさわしい軍ですね。体制は決しよう。行くぞ。時代遅れの名族に引導を渡す。突出すればどうなるか身をもって知るがいい。私の知略が破れようと。いやー、漏れ漏れします。なんてな俺。花が咲くこともある。ここで散らしてしまうのかもしれない。あら、戦の最中に口説くのかしら。随分と余裕のあるお方ですね。あら、一人だな。先走ってしまわれたのかしら。Yeah!
な戦ぶり。うせえ、せなく凍れる気配。敵将、私が討ち取った。私の負けですわ。恥ずかしめを受けるならば、いっそ元気にすることこそ恥ずかしめである。これより我が傍らで進む。私の恐れを承知。私を殺す気か。幼き頃よりの友である私を、官室の名族たる私を。お前は私の下にいるべき男なのだ。それ以上言うな、炎章。お前の男が軽くなる。名族の女、強大な軍、力を持ちながら過ぎ去りし天下を求めたか。何を言っておるのだ、曹操。それが分からぬから負けたのだと言っている。今生の別れだ、炎章。わしはお前を乗り越え天下を目指す。しかしこうも見事に勝てるとは。恐れ入ったよ、角家殿。おっと、角家殿。すまない、少し頭を使いすぎたかな。さあ、これで世の情勢は大きく変わる。私たちの策で曹操殿を天下へと押し上げよう。